はい、こんにちは、たけチャンネルです。今回はですね、エブロの、ホンダジェットの制作の続きをやっていこうと思います。で、今回やっていくのはデカルハリをやっていこうかなと思ってます。で、前回の動画で、塗装したこのボディって言ったらいいのかな、胴体って言ったらいいのかな、ちょっと飛行機の場合これをなんて読んだらいいのかっていうのはちょっとよくわからないですけど、胴体、の部分にデカールを貼っていこうと思ってます。で、前回の動画見てもらったらわかるんですけど、白と、フォーミュラレッド、バルケッタから出てるフォーミュラレッドですね。で、塗装して今こういう状態になってるので、この上にね、今一回クリアを拭いてあります。はい。で、なんでクリア拭いたかっていうと、この、蛍光色全般的にそうなんですけど、特に蛍光レッドに関しては染み上がりが起きやすいんですよね。で、この蛍光レッド、フォーミュラレッドを拭いた上、フォーミュラレッドは割と少ないらしいんですけど、蛍光レッドを拭いた上にデカールを貼ってクリアを拭くと、その溶剤成分、クリアに含まれる溶剤成分で、この蛍光レッドの色素、染料っていうんですかね、染料がデカールを貫通して染み上がってくるっていうことが起きやすいんですよね。なので、一回これはクリアを拭いてあります。今で、今言ったようにクリアを拭くことで染み上がってくることが多いんですが、その染み上がってくる蛍光レッドを止める力があるのもクリアなんですよね。なので、ちょっとややこしくなっちゃう話にはなるんですけど、蛍光色を拭いた後はなるべく一発クリアを入れてあげてください。で、そしたらデカールに染み上がってくる色っていうのはかなりの量削減されるので、そういう風にしてあげると割と失敗しにくいかなと思います。それでも染み上がってくるときは染み上がってくるんですけど、だいぶ少なくはなりますので、そんな感じでやってみてもらったらなというふうに思います。はい。というわけで、この上にクリアを振っていくんですが、使うクリア、クリアを振っていくんじゃない、デカールを貼っていくんですが、使うデカールはこれ、どこのメーカーだったっけな、MS クリエーション、MSM クリエーションっていうところの、ちょっとネットですぐにね、納品、すぐに取り寄せできるのがこのメーカーしかなかったんですけど、20分の1の MP46 のデカールになります。マクラーレンホンダの F1 ですね、のデカールになります。これをちょっと使って貼っていこうと思います。では早速やっていきましょう。はい。いや、作業やっていくんですけど、基本的にね、どういう風に、デカールをね、キットの付属のものを使うんじゃなくて、社外品のデカールで、しかも全然関係ないキットのデカールを使うっていうので、どう貼りなさいっていう指示があるわけじゃないので、基本的にはね、もう、フィーリングというか、もう、センス、に、センスが問われるっていう感じになってくるとは思うんですけれども、大体イメージしてるこんな感じかなっていうイメージしてるのがあるので、そういう風になったらいいなっていう感じでやっていこうかなと思います。あとどれがいる、割とね、こう不安やったらカットした状態でね、こうデカールをちょっと並べてみてサイズ見てみたりとかしてもいいかもしれないですね。
意外と入んないとかもねあるんで、うん、意外と入んないな。うーん、岡田さん、うん、まあちょっとセンスです、センス。なんかちょっと張りにくそうなデカールだな。ちょっとねここのデカール、ここのメーカーのデカールね貼るのちょっと初めてなんでね、ちょっと不安があるのですが、基本的なイメージとしては MP4-6 の貼ってあるパターンを踏襲しつつ、まあ形状が全然違うんでね、全く同じようにはやっぱり貼れないから、ところどころその貼る場所の状態に合わせてちょっとアレンジしていくっていう感じですね。嫌だなこのデカール、なんか剥がれるまでにすごい時間がかかるのかな。マークセッターで縮んだりとかすることはなさそうか。こんな感じね。不思議なことでね、このカラーリングで丸ボロっていう字が入るだけで一気にそれっぽく見えてくるっていう、このあの字のマジックですけどね。このデカール貼りってこれが楽しいんですよ。なんかさっきまで他のキットとかでもねそうなんですけど、こうまあベースのカラーリングをしただけだとほんまにあの車なんのかよっていうような雰囲気だったのが、デカールを貼ることでね一気にあーこの感じこの感じっていう風になるっていうのがデカールの楽しいところですよね。そういうのがあるんでね、僕デカール貼り好きなんですよ。しかしこのデカールちょっと貼りにくいぞ。なんかちょっと貼りにくいな。なんかすごく柔らかい、すごく柔らかい割に
なんかくっつく力が強いのかな。なかなかね、台紙からもねうまく剥がれてくれないんですよね。本当あまりこういうやり方しない方がいいんですけどね、こうやってペローンとめくってっていうのはくしゃくしゃってなっちゃいかねないので、あんまやんない方がいいんですが、なんかこのデカールの場合はこうやって貼ってあげた方がいいような気がする。カール張りとかもね、僕も最初苦手やったんですけどね、ガンプラばっかりやってた時とかは水転写デカールとかめっちゃ苦手やったんですけど、ね、やりまくってるうちにね慣れますなんでね、ほんとね、数作るのが一番重要やと思います、デカール張りに関しては。でもメーカーによっても、でメーカーでも同じメーカーの中でも結構ね、もう物によってデカールの貼り心地って全然違ったりするんですよ。なのでもうこうどれが正解とか、こういうやり方がいいとかっていうのがあんまり通用しないので、だからもう逆にもうフィーリングというかね、もう慣れでやっちゃうっていうのが非常に大事なんじゃないかなと個人的には思います、デカール針に関しては。塗装とかね、あんなんの場合はまだ割とこうしとけば間違いないみたいなのがあったりするんですけど、ほんとことデカールに関してはそれがなかなか通用してくれないので、デカール貼ってみて、こういう感じのデカールの時はこうやる、こういうデカールの時はこうやるっていう、こう自分の中のセオリーみたいなのをね、こう見つけてあげるのが成功の秘訣なんじゃないかなと思います。まあそんなわけで、特に喋ることがないのでもうサクサクいきましょう。
はい、というわけで、こんな感じにしてみました。まあ、まだねデカールいっぱいあるんですけど、あんまり張りすぎてもねなんかいやらしくなっちゃうかなっていうのもあるので、とりあえずこんぐらいにしようかなと思います。こんな感じ、まあ、なんとなくぽい雰囲気は出てるんじゃないかなという感じにはなったかなと思います。まあ、この辺とかこの前にメッキのねモールがついたりするんで、まだちょっと雰囲気は変わりますけれども、こんな感じ。はい、にしておこうと思います。まあ、ちょっとねホンダジェットファン、飛行機好きの人からするともしかしたら怒られてしまうような、仕様になってるかもしれないですけれども、まあ、ちょっとその辺はね、多めに見ていただいて、まあ、初めて作るんでね、とりあえずこんな感じでやってみたので、これでこのまま完成まで頑張ってやっていこうと思いますので、また続きが見たいと思っていただける方は、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をしていただけると最新の更新情報など見ていただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。あと、いいねとかコメントとかいただけると非常に励みにもなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。